マイコチャンネル。さあ今日はこちらをやりたいと思います。知ってますか、パーっていうゲーム。今日は私たちの演技力をカメラの前で披露したいなと思っております。でやり方なんだけど、例えばじゃあ私がやる人だとすると、まずこのお題を引きます。ガッツポーズって出ました。これはみんな見るのね。でこっちはやる人だけが見ます。私が今引いたのはこれね。2人に伝わるようにこの勝利のガッツポーズをやる、うん、で2人はこの中のどれをやってるのかを当てるっていう。個人でですよね。個人戦です、はい、相談しないんですよね。相談しない、はい、分かりましたっていう、まあ至ってシンプルなゲームでございます。やってみます。勝利のガッツポーズ私だったらそれキュートに見えるんだけど。嘘、キュートだった。ちょっと嬉しいんだけど一発目言っていいですか。はぁ、い、っていうゲームっていうこの中のどれか風にはぁっていうゲームって言います、はい、え、むずっ。これが重要なんだよね。何を引くかが。じゃあこれ、これ当ててもらわないと私も点数入らないもんね。わかりました。はぁっていうゲーム。え、わかりました。え、これでどうするんですか。せーので、もう一回やってください。行きます、行きます。はぁっていうゲーム。せーので言ってよ。はい、頼むよ。せーの、 B。 正解はじゃん、 B。 オフだ。いやでもなんかね、迷った。最初こうやってやるからアナウンサー風と思ったけど、声がすがすやないか。今私がやったのは B の YouTuber 風にやりました。名前を呼ぶ、これです。名前で、名前で、え、どういうこと。誰さんにしようか。見てよじゃあ本橋さんでいこうか。え、ちょっと待って、むずい。本橋さん、え、今やった。ちょっと、まだまだ、さっぱり、さっぱり。本橋さん、ちょっと前に立ってもらっていいですかって本人むずい、これむずいです。いいですか、やって。いいよいいよ、なりきって。いきます。本橋さん、やった。やって、今のやってないでしょ。やった、今のやった。もう一回やってくれる。いきます。本橋さん、ヘラヘラ、ヘラヘラ、これここカット、ここカット。ヘラヘラしてちゃうのよ。ヘラヘラはカット。いや、どっちだ。待って、もう答え、うん、せーの、 G。 お一緒。 G? G。 正解は尊敬を込めてだった。込めてた、思ってなかったですか。思ってましたね。ですよね。俺本人は伝わってる。え、じゃあどういうこと。誰も入んないじゃん、じゃあ。あ、違う、ゆうこがマイナス1。じゃあ私が一番。確かなんだろうね。むずい。お題大事なんだよ、はい、あ、いい。エヴァファンが湧く、見せていいですか。エヴァが引いたの、これ。演技力が試されますね、うん、君が好きだね。で、こっちを引きます。言い方結構あるよ。あー、難しい。むずい、難しい。君が好きだ。分かったかも。向けていいですか。はい、向かっします。向けていい。全然いいよ、全然いいよ。君が好きだ。目が泳いでる。泳ぐ演技できるんだって。まあ、どっちだろう、迷ってます。いいか。うわ、3つあるな。1個しかない。マジ。え、わかんないけど、もう自分のあれでいく。だってもう減ることないから私ではいきます。せーの、 G。 私がいまいちな君が好きだ、で、ゆうこがグッとくる君が好きだ。そう、正解は何だったんでしょうか。 D。 内緒で、内緒、内緒だった。でも確かに周り見てたわ。もしもししてたもん。巻き戻して。君が好きだ。むずいね。むずい。私がマイナス。そうだね。あの、英語ひどいです。英語。おー、すごくない、うん、聞いたよ、ちゃんと。いろんな種類の、おう、ここが大事なんだよね。結構かぶるよね、何個か。では私のおう、お聞きください。おうどっちだあ、来た来た、私の味方が来た
急にやらない。奈々さん来たからもう一回やってみます。もう一回やってください。奈々さんこれ当ててください。当ててるよ。私がこの中のどのオをやってるか、マイクがね、種類わかりますよね。それはマイクと付き合い長いからね。ですよね。来て10秒でカメラ目線に行きます。おお。下見したもんあったあったこの中にあった答えおるけどどっちかでしょ。だってあるよ。待って二択二択なんだよ。え、英語全部わかるんですか奈々さん。わかんないから二択なんだよ。すごいね、消去法的な。答えられるのが何個か。ああ、なるほど。そうか、今読めてるのはね。なるほど、なるほど。だからあれでいくよ。 G だよ、 G。 言っちゃったよ。せーので、せーので、ルール聞いてないもん。ルール聞いてないもん。確かにルール聞いた日は絶対ないと思います。最高。いきます。はい、いきます。せーの、 E だけど D にしようかな。おー、Yes。 正解はどうしようかな。 D にしていい。 D にしていいよ。いきますよ。正解は B。 イエーイ、イエーイ。1点取った。変えちゃったよ、エヴァ。だって同じだったから。そうね、番組分かってる感じ。そうそうそう、さすがさすが。空気読めちゃう感じね、エヴァちゃん。スイカ、B とサプライズ、B と O でしょ。じゃあ、G でやってみてよ。いいですよ。O、うん、これは G ですよ。これは G ですよ。これ G、これ G。スペシャルゲスト、奈々さんもやってもらいましょう。スペシャルチャンスにしよう。わかりやすくやっちゃう。2ポイント。2ポイントにしようか。何これ引く、うん、で見る、私は見る。これやりたい。お兄ちゃん言い慣れてないんじゃないか。なんてお兄ちゃんいないよ。そうだよね、お兄ちゃんだったらよかったんだよ。お兄ちゃん一人もいないよ。じゃあオッケー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 。見せちゃいけないよね。すぐわかるよこれ。本当？本当？ジャナさんうまいもんね。あ、もうすぐわかる。だって小学校3年生の時演劇部とか入ってたから。嘘でしょ。本当本当本当。ちょっとこれは期待の。じゃあ言ってもらいましょう。お兄ちゃん、ちょっと待って。ボス、どっち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 、1個しかないでしょ。どっちだ、2個ある。1個あるよね。多かったんだけど。2個あるね。2個あるよね。もう1回ですか。2個それを意識した上でお願いします。なるほど、確かに区別を。すいません、明確にお願いします。一番気持ち入ってるのはやっぱうまいわ。違う違う違う、泣かないで。そんな演技もできるの。ねえ、すごいって、タゲーだって。じゃあ正解の方でやるからね、もう一回。はい、正解までお願いします。正解いくよ。まっさらで見るから。いきます。お兄ちゃん。もう一緒なんだ。一緒なんだよ。どっちだよ。意識してやった。あー、でも、はい、分かりました、はい、分かりました、分かりました。これは当てに行こう。分かりました。分かんないわけないよ。そうだよね、そうですよね。怖いのだから。せーの、 A。 割れた、2個割れました。そのどっちかなんだよな。割れた。そのどっちかだ。 B の怖い、別なりで怖っって思うのもあります。でも正解者いた。よかった。正解者いました、3人の中で。しっかり発表していただいていいですか。しっかり発表します。はい、ジャカ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 。感じがした。幽霊というよりは、うん、怖っ、なんていうの、ってエクソシスト系だった。そう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 う。いや、もう終わりなのよ。あ、終わりか。終わり。ゲストが最後名演技してくれたから。すごかった。今のマイクの話ですね。演技いけちゃう。え、普通に奈々さんにそれで負けてるって。そうだよ、奈々さん。途中参加の奈々さんに2票選ばれてる。ありがとうございます。ドラマの出演お待ちしております。だねあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あ、よろしくね。